こんにちは。武器屋の店主のフランです。チャッス。私は勇者のユウちゃんだよ。今日は久しぶりにブローニングを扱っていきます。銃器開発の申し子、ブローニングのことか。アメリカ人のジョン・モアセス・ブローニングは、ハンドガン、ショットガン、マシンガンの開発で有名な人です。第一次大戦が終わった後の1926年に亡くなりましたが、現在でもブローニングが作った武器が世界中で使われています。100年経っても現役の武器ってすごいものだね。異世界だったら伝説の武器扱いされてもおかしくはない。今日はそんなブローニングが開発した武器の中でも最高傑作と言われるハンドガンを扱っていきます。今日は FN ブローニングハイパワーについて解説していきます。ハイパワーか。有名なやつだね。ハイパワーはブローニングの最高傑作と言われるとても有名なピストルですね。FN 社が1935年に完成させたピストルで、ベルギー軍の正式拳銃となりました。そこからワールドウォー2の戦いを通して世界に波及し、多くの国の軍隊で使用される武器となったのです。FN 無双か。ハイパワーは非常に優れたピストルで、第二次大戦から現在に至るまで、あらゆる戦いで使用された軍用拳銃です。歴史上、最も活躍した軍用拳銃として、トップ5くらいにはランクインする名銃ですね。上位ランカーってわけか。やはり伝説的な拳銃になるんだね。そうですね。ハイパワーは西側諸国だけでなく、東側諸国でも広く使用されています。ワールドウォー2の戦中、アメリカやカナダには、レンドリース法という、連合国側の軍隊に武器を供与する法律がありました。供与する対象には、現在では犬猿の仲である、ロシアや中国も含まれていました。レンドリースによって大量のハイパワーが中国軍にも供与されたのです。今だったら絶対にありえんことだ。ワールドウォー2で中国軍に使用されたことは、戦後、東側諸国にハイパワーが普及することにも一役買っています。中国を経由して、ハイパワーの余剰在庫やコピー品が共産圏社会主義国の東側陣営に流れたのです。なんと、西と東、両陣営に普及することになったのか。そういうことですね。ハイパワーはワールドウォー2の時代から現役の武器であり、現在でも大体90カ国以上の国で使用されています。以前にもハイパワーの解説動画を作りましたが、今回はさらに踏み込んだ内容でお送りしていきます。ブローニングといえば、アメリカ軍の拳銃であるモデル1911、コルトガバメントの設計者として有名です。M1911 は傑作ピストルですが、ハイパワーはそれを超えるとも言われる傑作ですね。とにかくすごいピストルってわけか。そういうことね。ハイパワーは 9mm パラベラムを装填するピストルとして1935年に完成しました。ジョン・モーゼス・ブローニングとその弟子のデュアドネ・セイブが設計した銃です。ワールドウォー1が終わった後、フランス軍の注文を受けて開発が始まりました。最初のきっかけはフランスなんだね。そうね。フランス軍はベルギーの FN 社に軍用拳銃の発注をかけます。ブローニングはアメリカ人で、アメリカ軍の武器を設計していましたが、FN 社お抱えの銃器デザイナーでもありました。フランス軍の発注に対し、ブローニングが設計を請け負うことになったのです。ブローニングはアメリカとベルギーを行ったり来たりしていたんだ。そうですね。FN に発注をかけたフランス軍ですが、割と厳しい条件を提示してきました。小型で軽くて装弾数も多くて、信頼性も高くて殺傷力も高い拳銃を作れという条件です。全部乗せの拳銃かよ。僕が考えた最強の拳銃か？威力を強くすれば大型化して重くなるし、小型で軽いものにすれば威力は低くなってしまいます。上手にバランスをとって設計する必要がありますね。フランス軍は難しいことを言う。しかもブローニングは自分が設計した M1911 の特許をコルトに売却していました。勝手に使うと特許侵害になってしまうため、M1911 の設計をハイパワーに流用することができません。ハイパワーには、M1911 とは全く別の設計を使うしかないのです。プロは自分で自分の首を絞めることになったか。そうね。フランス軍の要求は厳しいし、M1911 の設計も使えないしで、難しい仕事を請け負うことになったのです。しかし、ブローニングはこれらの障害をクリアして、ハイパワーを完成させたのです。M1911 とは別の設計を新たに開発し、威力がありながらも小型で扱いやすく、マガジンの装弾数は13発もあります。これがブロの設計スキルか。ブローニングはさらに高性能なピストルを作ってしまったんだね。
具体的にハイパワーがどうすごいのか、特徴や設計などを細かく見ていきましょう。NH911 は 45ACP という45口径の弾薬ですが、ハイパワーはそれよりも小さい38口径の 9mm パラベラムを使っています。バラはサイズが小さいので、45ACP よりも装弾数を増やすことができます。45ACP にはストッピングパワーで劣りますが、バラでも十分なパワーを持っています。バラはバランスの良い弾薬なんだね。小型ながらも威力を維持できたってわけか。そうね。ハイパワーで最も特徴的なのがダブルカラム構造のマガジンです。当時ハンドガンでダブルカラム構造のマガジンを採用したものはほとんどありませんでした。ダブルカラムのピストルはハイパワーが最初なのか。いえ、20世紀初頭に完成したサベッジの M1907 というピストルがダブルカラムのマガジンを持っています。そんな昔からあったのか。ただ軍用拳銃としてのダブルカラムは FN ハイパワーが初です。当時は7発や8発のマガジンが普通だったので、装弾数13発というのはかなり多いですよね。フランス軍の無茶な要求もクリアできたわけだ。そういうことね。ハイパワーは装弾数が多い割にグリップが握りやすく、小柄の人でも扱いやすい銃です。この点が特に高く評価されています。へ、そんなに握りやすいんだね。ハイパワーと M1911 を比べると、特許の関係で内部構造が少し異なっています。ショートリコイルのティルティングバレルという点では1911と共通しておりますが、ハイパワーの方がバレルの傾斜が緩やかなので直線的な動きでバレルが後退します。そのため1911よりも命中精度が高いです。おお、だいぶ傾きの角度が違っているな。ハイパワーは重心が水平に近い角度だ。1911の設計が使えないことはブローニングの首を絞めましたが、結果的にはより良い設計を作ることができたのです。さすが天才ブローニングだな。重さはちょうど1キロくらいです。ドイツ軍のワルサー P38 とほぼ同等の重さで1911よりも軽いです。フランス軍が要求した条件をほぼクリアしています。全部乗せのピストルを作ることができたんだね。信頼性や安全性も高く、パフォーマンスの高い拳銃として完成しました。マガジンセーフティーは批判されることも多いですが、それ以外は特に問題点はありません。マガジンセーフティーは、マガジンを抜くとトリガーが引けなくなる機能だね。ほとんどのピストルにマガジンセーフティーはついていません。なんでマガジンセーフティーは批判されるかというと、ハイパワーしか撃ったことのない人が、他のピストルを触ったとき、マガジンセーフティーがあるのが当たり前だと勘違いする危険があるからです。ピストルは、マガジンを抜いても、薬室に弾薬が装填されていれば、普通に撃てます。ハイパワーはマガジンを抜けば安全ですが、他の銃はマガジンを抜いても安全とは言えません。この勘違いが危ないので、マガジンセーフティーはつけるべきではないとしています。体が覚えると頭で分かっていてもやっちゃうんだよね。ハイパワーで慣れた人は注意が必要だ。ハイパワーはフランス軍の要求を概ね満たした拳銃として完成しました。しかし、結局フランス軍はハイパワーを注文することはありませんでした。愚かな選択だ。具体的な理由はよくわからないんですが、世界恐慌が影響しているとも言われています。1930年代初頭は不況の真っ只中ですね。不況の可能性もあったのか。まあ、マジノ戦の建設にもお金がたくさんかかってるからな。確かにハイパワーを買う余裕がなかったことも十分に考えられる。フランスは断りましたが、ハイパワーはベルギー軍の正式装備となりました。ここからハイパワー無双が始まっていくのか。そういうことです。1935年にハイパワーは完成しますが、設計者であるブローニングはハイパワーを作っている最中、1926年に亡くなりました。ハイパワーは彼の遺作となり、これを弟子のデュードネ・セイブが引き継いで完成させる形ですね。ハイパワーはブロとセイブの合作という感じになるんだね。そうね。セイブもハイパワーの設計にかなり関わっています。ちなみに後にセイブは NATO の主力武器となるファルというライフルを設計します。冷戦初期、 NATO 軍はファルとハイパワーの二刀流で武装するというわけね。完全に FN 無双ではないか。 FN セットボーナスで力プラス20くらいの恩恵があるわ。ハイパワーはフランスに買ってもらえなかったので、販路を開拓する必要に迫られました。ベルギー軍がハイパワーの採用を決めるのは1940年の話なので、完成当初は大口契約がない状態です。最初はハイパワーを買う太客がいなかったんだね。そうね。
しかしナチスの脅威が増していたので、チャンスはありました。FN は、どこでもいいから売ってやるの精神で、多くの国に売りつけたのです。なんと、南米の国々、中国、北欧諸国など、ハイパワーはいくつかの国へ輸出されました。さらに、ポーランド侵攻が起こって、第二次大戦が始まると、あちこちの国から注文をもらいました。購入した国の軍隊から、ハイパワーは高い評価を得ます。ふーむ、なるほど。ハイパワーが登場して一気に広まったのではなく、少しずつ広まったんだ。そうね。ハイパワーは、どこの軍隊も採用してくれない状態からのスタートでした。しかし、ワールドウォー2の戦いの中で活躍して評判を呼び、そこで認められて普及数を増していくことになるのです。M1911 とは違って、地道に普及していったんだね。最初にハイパワーを軍用拳銃に採用したベルギーは、フランスとドイツの間にある国ですが、1940年5月から始まるフランス侵攻の戦いで、ドイツに占領されてしまいます。ベルギーは通り道に過ぎんとでも言うのか。残念ながら通り道にされました。そこで FN 社もナチスの手に落ち、ドイツ軍のために武器を作らされる羽目になります。ハイパワーがナチスのために製造されました。今度はドイツでハイパワーが普及するのか。そうです。ベルギー軍には5万丁ほどのハイパワーがあり、これは全部ドイツに露得されました。ドイツ軍はワルサー P38 というピストルを使っていましたが、ハイパワーも一緒に使用されることになります。弾薬はどちらも 9mm パラベラムを使っているので、共有できて都合がいいですね。もともとパラベラムはドイツの標準弾薬だからな。ドイツ軍のために作られたハイパワーは、推定で30万丁ほどと言われています。ワルサーの製造数が120万丁くらいと言われているので、ハイパワーはドイツの軍用拳銃の 20% に相当する数になりますね。かなりの数だ。まさか FN 自慢の最新ピストルは、一番最初に敵国で普及するとはな。なんとも皮肉な話ですが、ハイパワーの工場は敵の手に落ちました。しかしこれで終わりではありません。ハイパワーの普及はこれからです。ハイパワーを設計したデュードネ西部は、フランス侵攻の折にイギリスに脱出していました。すると今度はイギリス軍が、俺らのためにハイパワーを作れと FN に要求してきます。ハイパワーは引っ張りだこか。イギリスはフランスの戦いでドイツに負けて大変な状態でした。とにかく武器がいるのです。次はイギリスで普及する番なんだね。そうね。ですが、特許取引の絡みがあり、FN はイギリスでハイパワーを製造することを嫌がりました。イギリス軍にハイパワーの設計を知られてしまったら、FN は商売上がったりになってしまいます。なるほど。せっかく苦心して作ったハイパワーの設計を、イギリス軍に奪われるわけにはいかんということだな。そういうことね。当時、カナダのトロントに、イングリスという英国系軍需メーカーがありました。西部たち FN の関係者は、イングリス社へ向かい、そこで自分たちが直接監督して、イギリス軍のためにハイパワーを作ったのです。ふむふむ。それで FN の人たちは、ハイパワーの権利を守ることができたんだね。そうです。イングリス社が作ったモデルは、イングリスハイパワーと呼ばれています。ワールドウォー2の連合軍に使用されたハイパワーは、ほぼ全てがイングリスハイパワーです。オリジナルの FN ハイパワーは敵国ドイツの武器になって、コピー版のイングリスハイパワーは連合国の武器になったのか。まあ、そういうことになりますね。また、イギリスだけでなく、中国もイングリス社に対してハイパワーをくれと言ってきます。カナダにもアメリカのレンドリースに相当する法律があり、条件次第で中国軍へも供与が可能でした。次は中国か。とにかくドイツと日本がヤバかったので、アメリカとカナダは共産国にも武器を供与したのです。中国軍のためには最終的に30万丁のハイパワーが生産されたということです。FN はアジアへの販路を拡大したい考えがあったので、中国からの注文は渡りに船でした。戦争の中でも金儲けを忘れないとはな。これだから死の商人は。いや、むしろこれが死の商人としての正しいあり方か。イングリス社のあるカナダでもハイパワーは普及します。カナダ軍は1943年頃にハイパワーを採用し、現在もハイパワーを正式装備として使っています。カナダ軍はハイパワーのヘビーユーザーであったか。そうね。このように、ワールドウォー2では連合国枢軸国を問わず、ハイパワーは普及することになりました。戦後になると、イングリスの製造は停止し、生産の権利は FN 社に戻りました。連合国で使用されたイングリス製のハイパワーは、そのまま NATO の装備へとスライドされました。おう、
そのまま西の武器になったんだね。そうね。ただ、イングリスハイパワーと FN ハイパワーは部品の互換性がなく、問題になりました。これは結局、FN 版ハイパワーの部品に交換することで解決していきます。オリジナルとコピーではやはり違っていたのか。そのようです。戦後、ハイパワーはさらに普及し、あらゆる地域と戦いで使用されていきます。NATO 諸国をはじめとし、アジア、アフリカ、南米、中東などです。この地図の青色が、現在、ハイパワーを使用している国ですね。かなり広く使われているな。アジアなんて真っ青だ。っていうか、北朝鮮も使っているぞ。これは、1950年の朝鮮戦争の際、中国軍が北朝鮮を助太刀したことが影響していると思います。中国から流れたハイパワーか。北朝鮮には過ぎた武器だ。奴らにはリベレーターくらいがちょうどいい。西側で生まれた武器が東側にも広く普及した武器の例はあまり多くはない気がしますね。だいたい東側の武器はソ連やロシアが作ったものが流れている印象です。確かにな。ハイパワーは東と西の壁すら超越してしまったんだな。NATO では自由世界の右腕と言われたファルと共にハイパワーが装備されました。しかし、ハイパワーはファルと違い、東側の共産主義にも装備されていたので、自由世界の右腕とは言い難い印象があります。ファルは完全に西の武器だけど、ハイパワーはどちらにも普及していたんだ。ハイパワーを自由世界シリーズの仲間に入れるわけにはいかん。ハイパワーは、大容量マガジンを備えたセミオート拳銃の一つのひな形となりました。その後に登場する多くのピストルに影響を与えます。優れているものを模倣するのは基本だよね。ハイパワーの代替として候補に上がるのは CZ75、ベレッタ92、グロック、シグザウアー P226、FN57 などがあります。現在ではハイパワーからこれらのものに置き換える国も増えてきました。ハイパワーを含め、どれも優れた性能を持っていますが、グロックへ置き換える国が多いようですね。グロックはそんなにすごいのか。グロックは安くて使いやすく、耐久性の高いところが非常に評価されています。そうなんだね。ですが、相変わらずハイパワーの人気は高く、軍用、民間用を問わず使用されており、現役の武器です。2018年、FN はハイパワーの生産をやめると決めたのですが、2022年になって、やっぱり作りますということで、生産が再開されました。ふーむ、完成してから80年以上も活躍し続けるとは、さすがブロの設計だな。M1911 と並び、ブローニングの最高傑作ですね。どちらも現役で使用されているのです。武器屋のお姉さん。ハイパワーの動画は以前にも作ったのですが、今回のものとは少し内容が異なっていると思います。確かなんか説明が間違っていた気がするわ。そうですね。その部分も気になっていたので、リメイクできてよかったです。かといって、今回の内容が合ってるとは限らんがな。もちろんそうなんですが、今回参考にした書籍は、オスプレイ出版のブローニングハイパワーという洋書です。これと、他の資料を参考にして作っております。そもそもこの本の内容が合っているという証拠はどこにあるんだ？そんなこと言い出したらキリがありません。その時はごめんなさいってことですね。まあそんなものだ。というわけで、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。面白かったらチャンネル登録してくださいね。よろしく頼むよ。